道の駅の貝大和に来ました。そば切り発祥の里ということで、手打ちそばが道の駅で食べられるということで今回は来てみたわけであります。おすすめメニューですね、もりそばミニマグロぶつ丼セットですね。これはなんか美味しそうですね。ミニカツ丼セットまで、カツ丼がおすすめだという声もありましたので、ちょっと食べてみたいと思います。ごめんください、1名様ですか？1名でございます。はい、どうぞ。はい、体温洗浄、はい、どうぞ、カウンターの席、はい、お願いします。はい、はい、はい、あの勝沼の人に聞いた、今日はおすすめはマグロ丼、うん、マグロ丼、はい、でも俺静岡から来てんで、マグロ丼とおそば、おそば、うん、が、あ、なる、あ、これね、外に今日貼ってある、うん、あ、外に貼ったらね、うん、じゃあね、アナゴ天丼とそば、アナゴセット、うん、アナゴセット、はい、お願いします。アナゴセット、アナゴセットにしました。アナゴ、アナゴ丼ですね。こんなにでかいです。そばですね、まず薬味を入れます。好きには好きにはたまらないですね。サバ湯を美味しくいただくにはやはり薬味を入れすぎないことですね。なので少しわさびを残してあります。半分ぐらい残してあります。ごちそうさまでした。